フレデリック・ヘンリー・レビィ、1885年1月28日から1950年10月5日は、ドイツ生まれのユダヤ人で、アメリカ合衆国で活動した著名な神経学者。レビィ固定の発見者として最もよく知られるが、この風に訴えは、パーキンソン病やレビィ症体系認知症を特徴的に示唆するものである。レビィは百八十五年一月十八日、 ドイツのベルリンで生まれた。ベルリン及びチューリッヒで教育を受け、1910年にベルリンにて博士号を得ている。ナチスドイツを逃れてアメリカ合衆国へ移住した。1950年10月5日、ペンシルベニア州ハバフォードで死去した。去年65。レビーはミュンヘンにあったアロイス・アルツハイマーの研究所で働いたが、その時の同僚に、 クロイツフェルト・ヤコブ病に名を残す、ハンス・ゲルハルト・クロイツフェルト、アルフォンス・マリア・ヤコブ、及びユーゴ・チェルレッティがいた。ありがとうございます。